テスト14、アブラハム。アリフラームラーの一条。死とアスタリスクよ。これは、あなたが人々を、彼らの主アスタリスクのお許しによって闇から光にへ、つまり威力並びないアスタリスクお方、称賛されるべきアスタリスクお方の道へと、導き、出すべく、我らアスタリスクがあなたに下した経典、クルアーンアスタリスク、である。初天にあるものと、大地にあるものが属する、アッターアスタリスク、の道へと。そして不信仰者アスタリスクたちには、厳しい懲罰という災いあれ。それらの者たちは、来世よりも現世の生活を愛し、アッダーアスタリスクの道、イスラームアスタリスク、から、人々を、阻み、それ、その道、をねじ曲げようと望む者たち。それらの者たちは、不真実から、遠い迷いの中にある。我らアスタリスクはいかなる死とアスタリスクも、その民の言葉でしか、使わすことがなかった。それは、彼らに、アッダーアスタリスクの教えを、明白にするため。アッダーアスタリスクは、お望みになるものを迷わされ、お望みになるものをお導きになる。枯れ葉威力並びないアスタリスクお方、英知溢れるアスタリスクお方。我らアスタリスクは確かに、ムーサーアスタリスクを我らアスタリスクの未調の一条と共に使わし、こう命じた、あなたの民を、闇から光にへと、導き、出すのだ。そしてアッダーアスタリスクの日々3について、彼らに思い出させよ。本当にそこにはまさしく、忍耐アスタリスク強く感謝深いすべてのものの四条への、アッダーの唯一性アスタリスクと全能性を示す、未調があるのだから。ムーサーアスタリスクが、その民、イスラーイールの子らアスタリスクに、こう、言った時のこと、を思い起こさせよ、あなた方に対するアッダーアスタリスクの恩恵を思い起こすのだ。彼があなた方を、フィルアウンアスタリスクの一族から救い出された時のことを。彼らはあなた方に過酷な懲罰を味わわせ、男児は殺し、女児は生かしておいたの一条。そしてそこには、あなた方の主アスタリスクからの偉大な試練があったのだ。また、あなた方の主アスタリスクが、こう、宣言された時のこと、を思い起こさせるのだ。もしも、あなた方が、我が恩恵ゆえ、我に、感謝したなら、我は必ずや、我が恩寵を、あなた方に上乗せして使わそう。そして、もしもあなた方が恩知らずになったなら、本当に、あなた方への、我が懲罰は、まさしく厳しいものなのである。そして、ムーサーアスタリスクは、彼らに、言った、もし、あなた方と、地上にいるものすべてが不信仰に陥ろうとも、それはあなた方自身を害するだけ、実にアッダーアスタリスクこそは、満ち足りたアスタリスクお方、称賛されるべきアスタリスクお方なのだから。人々よ、あなた方には、あなた方以前の者たちの消息が届いていないのか。ヌーフアスタリスクの民、アードアスタリスク、サムードアスタリスク、そしてアッダーアスタリスク以外には、その数を、ご存知にならない、彼ら以後の者たち、の知らせ、が。彼らには、彼らの死とアスタリスクたちが名称の一条を携えてやってきたのだ。そして彼ら、民、は、彼らの手を自分たちの口に持っていきに、苛立ちゆえにそれを噛みながら、こう、言った。本当に私たちは、あなた方が携えて使わされたものを否定する。そして本当に私たちは、あなた方が私たちを招いている者さんに対して、大きな疑惑を抱いているのだ。死とアスタリスクたちは、彼らに、言った。一体、アッダーアスタリスク、と、彼のみを崇拝アスタリスクすることに疑念を抱くのか。初天と大地の創生者アスタリスクに、
彼はあなた方のために、あなた方の罪の一部をお許しになり、あなた方に一定の時期まで、懲罰の猶予を与えてくださるべく、あなた方を信仰へ招いておられるのだ。彼ら、民は、使徒アスタリスクたちに言った。あなた方は、私たちと同様の人間に外ならず、使徒アスタリスクなどにふさわしいものではない。あなた方は、私たちのご先祖様が崇めていたものを私たちが崇めることから、私たちを阻もうとしているのだ。あなた方が本当に使徒アスタリスクならば、紛れもなき証拠の一条を私たちに持ってきてみよ。使徒アスタリスクたちは、彼らに言った、私たちは、あなた方と同様の人間に外ならない。しかしアッダーアスタリスクはその僕のうち、お望みになる者にお恵みを垂れたまうの一条のだ。また私たちは、アッダーアスタリスクのお許しもなく、あなた方に証拠にをもたらすことはできない。信仰者たちには、アッダーアスタリスクにこそすべてを委ねアスタリスクさせよ。また、どうして私たちが、アッダーアスタリスクにすべてを委ねないことがあろうか。彼は私たちを確かに、救済へのいくつもの道の一条へとお導きになったというのに。私たちは必ずや、あなた方が私たちを害したことに対して、耐え切るのだ。そして、何かを誰かに、委ねる、信仰、者たちには、アッダーアスタリスクにこそすべてを委ねアスタリスクさせよ。不信仰に陥った者アスタリスクたちは、自分たちの使徒アスタリスクたちに言った、私たちは必ずや、あなた方を私たちの土地から追放しよう。さもなくば、あなた方は私たちの宗教に戻る外ないのだ。それで彼らの主アスタリスクは、彼ら、使徒アスタリスクたちに、こう、掲示した、我らアスタリスクはきっと、不正アスタリスク者たちを滅ぼそう。そして彼らの、滅亡、後に必ずや、あなた方をその土地に住ませよう。それは我が立ちどころの一条を恐れ、我が、罰の、約束を恐れていた者のためのもの。そして彼ら、使徒アスタリスクたちは、アッダーアスタリスクに、敵に対する、不勝利を誤い、不真理に対して、尊大で顔面なすべてのものは敗北した。彼、不信仰者アスタリスク、の前には地獄があり、彼は、そこで、その住人の、血うみを飲まされるの一条。彼はそれをどうにか飲み込もうとするが、なかなか喉元を通すことができないの一条。そして彼は死人となって楽になれないにもかかわらず、死の原因である苦しみがありとあらゆる場所から彼の元を訪れる。また、その後にも別の荒々しい懲罰があるのだ。自分たちの主アスタリスクを否定する者たちの様子。その行いは、強風の日に風が激しくなって、跡形もなく吹き散らしてしまった灰のようなもの。彼らは自分たちが稼いだものを行いによって、アッダーアスタリスクのおもとで何一つ益を得ることがないの一条。それこそは、まっすぐな道から遠い迷いなのである。一体あなたの一条は、アッダーアスタリスクが真理ゆえに、諸天と大地をお作りになったことを知らなかったのか。に彼がお望みなら、あなた方を滅ぼされ、新たな創造物さんをもたらされるのだ。そして、それはアッダーアスタリスクにとって難しいことなどではない。復活の日アスタリスク。彼らは皆アッダーアスタリスクへと向かって、馳せ参じるべく、墓から姿を現すの一条。そして弱者たちは、高慢だった者たちに、こう、言うのだ、本当に私たちは、現世で、あなた方に追従していた。それでは、この日、あなた方は少しでも、アッダーアスタリスクの懲罰から私たちを守ってくれるのか、
彼ら、高慢だった者たち、は、言う、もしアッター・アスタリスクが私たちを導きになっていたら、私たちもあなた方を導いていたのださん。私たちが嘆き悲しもうが、忍耐アスタリスクしようが、私たちにとっては同じこと。私たちに、懲罰からの逃げ道などない、の四条。そしてシャイターン・アスタリスクは、ことが採決され、天国の民と地獄の民が振り分けられ、他の地、言う、本当にアッター・アスタリスクは、あなた方に、復活と報いという、真実の約束を約束され、私もあなた方に、それらが嘘だと、約束した。そして私は、あなた方を裏切ったのだ。また私には、あなた方に対していかなる、正当な、根拠の一条もなかった。ただ、私はあなた方を、不信仰と迷いへと、招き、あなた方は私に応じたのである。ならば、私を責めるのではなく、自分自身を責めよ。私は、この日、アッター・アスタリスクの懲罰に対する、あなた方の救護者などではないし、あなた方が私の救護者なのでもない。本当に私は、以前、現世で、あなた方が私を、アッター・アスタリスクの、同意者として、服従して、いたこと、に対する責任、にを、否定した。本当に不正アスタリスク者たち、彼らには痛ましい懲罰があるのだ。そして信仰し、正しい行いアスタリスクを行った者たちは、その主アスタリスクのお許しによって、その下から河川が流れる楽園に入れられる。彼らはそこに、永遠に泊まる。そこでの彼らの挨拶は、あなた方に、平安をの一条、である。地とアスタリスクよ、あなたは、アッター・アスタリスクがいかに例えをお挙げになったのか、知らないのか。その根っこは堅固であり、そのてっぺんは天にそびえる、良き樹木のような、良き言葉、という例えを。の一条。それはその主アスタリスクのお許しによって、あらゆる時節にその果実を振る舞うの一条。アッター・アスタリスクは人々に、数々の例えを示されるのだ。それは、彼らが教訓を得るように、とのためである。また、悪い言葉とは、地表から抜かれてしまった、悪い樹木のようなものの一条。それには、いかなる安定もない。アッター・アスタリスクは現世においても来世においても、信仰する者たちを括弧とした言葉で堅固にされるの一条。また、アッター・アスタリスクは不正アスタリスク者たちを迷わせたまうのだに。アッター・アスタリスク計れがお望みのことをしたまうのである。一体あなたの一条は、アッター・アスタリスクの恩恵にを不信仰で取り替え、自分たちの民を破滅の世界へと住まわせた者たちを見なかったのか。彼らがそこに入って炙られることになる、地獄へと。その定着地は、なんと醜悪であろうか。また、彼ら、不信仰者アスタリスクたちは、人々をイスラーム・アスタリスクという、その道から迷わせるべく、アッダー・アスタリスクに同意者を置いてあがめた、死とアスタリスクよ、言ってやれ、現世で、楽しんでいよ。本当にあなた方の行き先は、豪華なのだから。死とアスタリスクよ、信仰する我が僕たちに、言うのだ。いかなる売買の一条も友愛もない、復活の、非アスタリスクが到来する前に、礼拝を遵守アスタリスクし、我らアスタリスクが彼らに授けたものから秘密裏に、そして公然と、施しとして、費やせに、と。アッター・アスタリスクは諸天と大地を創造され、天から、雨、水をお降らしになり、それによって果実というあなた方への糧をお出しになり、そのご命令によって海を航行すべく船をあなた方に仕えさせ、河川をあなた方に仕えさせられたの一条をお方。また、彼は、
あなた方に太陽と月を仕えさせて運行し続けさせ、あなた方に夜と昼を仕えさせられた、お方。の一条。また、彼は、あなた方が彼に求めたすべてのもののうちから、あなた方にお授けになった、お方。たとえあなた方があったアスタリスクの恩恵を数えたとしても、それを数え上げることはかなわない。本当に人間は不正アスタリスク極まりないもの、大変な恩知らずである。イブラーヒームアスタリスクが、こう、言った時のことの一条を思い起こさせるのだ。我が主アスタリスクよ。この町、マッカアスタリスク、を平穏にしに、私と、私の子孫が偶像を崇めることから、遠ざけてください。我が主アスタリスクよ。それら、偶像、は、多くの人々を、正しい道から、迷わせました。故に私に従った者の一条は誰でも、本当に私の仲間です。そして私に反した者にがあっても、本当にあなたは、そのような者にも、許し深く、慈愛深いアスタリスクお方であられます。我らが主アスタリスクよ、本当に私は自分の子孫のうちの者たちを、あなたの聖なる館、カバ神殿アスタリスクの傍らの、作物も水もない谷間に住まわせました。我らが主アスタリスクよ。彼らが礼拝を遵守アスタリスクするために、私はそうしたのです。の一条。ならば、人々のうちの心が彼らへと傾くようにし、種々の果実のうちから彼らにお授けくださいに。彼らはきっと、あなたに、感謝するでしょう。我らが主アスタリスクよ。本当にあなたは、私たちが隠すこともあらわにすることもご存知です。地でも天でも、あったアスタリスクから姿をくらますことができるものなど、何一つありません。年老いた私に、リスマーイールアスタリスクとイスハークアスタリスクをお授けになったあったアスタリスクに、すべての称賛アスタリスクあれ。本当に我が主アスタリスクは、まさしく祈りを聞き届けられるお方。我が主アスタリスクよ、私を、礼拝を遵守アスタリスクする者としてください。また、私の子孫のうちの者たちも、そして我らが主アスタリスクよ、私の祈りをお受け入れください。我らが主アスタリスクよ、聖餐が行われる日に、私と我が両親の一条、信仰者たちをお許しください。地とアスタリスクよ、あなたの一条は、イブラーヒームアスタリスクの宗教に反した、不正アスタリスク者たちにが言っていることに対して、アッダーアスタリスクが無頓着であられるなどと、断じて思ってはならない。彼は、彼らの目があまりの恐怖ゆえに呆然とするその日まで彼らを猶予されるに過ぎないのだから。彼らはその日、あたふたと墓場から現れ、自分たちの頭を上げた状態のまま、あまりの恐怖ゆえ、彼らの瞬きは自分たちに戻ることもなくの一条、その心はうつろである。地とアスタリスクよ、人々に警告せよ。彼らに懲罰が到来し、不信仰という不正アスタリスクを働いた者たちが、こう、言う、復活の美アスタリスクのことを、我らが主アスタリスクよ、短い期間だけ、私たちに猶予を授けください。あなたの呼びかけに応え、死とアスタリスクたちに従いますから。の一条、すると、彼らにこう言われる、あなた方は以前、自分たちには、現世から来世への移転などない、と誓いを立てたのではなかったか。また、あなた方は、自らに不正アスタリスクを働いた、過去の不信仰、シャアスタリスクたちの住処に滞在したの一条。我らアスタリスクが彼らに対していかなる仕打ちをしたか、あなた方には明らかになったのである。我らアスタリスクは、このクルアーンアスタリスクの中で、あなた方にいくつもの例えを挙げたのだ。
彼ら、シルクアスタリスクのと、は確かに、自分たちの策謀を企んだ。そして彼らの策謀は、アッターアスタリスクのおもとにこそ、掌握されて、あるの一条。彼らの策謀は、その脆弱さゆえ、それによって山々を動かすこともないのだ。だから、使徒アスタリスクよ、アッターアスタリスクが、彼の使徒アスタリスクたちに対するそのお約束をお破りになるなどと、あなたの一条は断じて考えてはならない。本当にアッターアスタリスクは威力並びないアスタリスクお方であり、報復の主アスタリスクなのだから。大地がその大地ではない別のものの一条に、そして書店もまたその書店ではない別のものに、取って代わられる美の報復である。彼らは、唯一でアスタリスクすべてに君臨したまうアスタリスクアッターアスタリスクへと、馳せ参じるべく、墓から姿を現すに。使徒アスタリスクよ、あなたは、復活の、その日、不正アスタリスク者たちが枷で、がんじがらめにされているの一条のを見る。彼らの衣服はタールの一条でできており、炎が彼らの顔を覆う。それは、アッターアスタリスクがすべてのものを、善行であれ悪行であれ、彼が稼いだものによってお報いになるためである。本当にアッターアスタリスクは、即座に計算されるアスタリスクお方。これ、クルアーンアスタリスクは、人々への布告である、アッターアスタリスクはそれを彼らへの忠告を受け、彼、アッターアスタリスクが唯一の崇拝アスタリスクされるべき存在に外ならないということを知り、澄んだ知性の持ち主たちが教訓を得るために、下されたのである。